皆さんおはこんばんにちは、ゆっくりです。突然ですが、目の前にある大きな機体はアントノフ225、ムリーヤという機体です。航空ファンの間では昔から有名な機体ですが、そうでない方もご存知の方が最近は多いと思います。この機体はもともと、完成品が1機しか存在しない機体で、昨年初め頃までは世界中に飛来していました。見ての通り大きな機体で、実際に世界最大の航空機になります。ですが、そんな1機しか存在しない実機もご存知の通り破壊されてしまい、飛行不可能な状態になってしまいました。現在は未完成のまま放置されていた2号機をベースに復活する予定となっていますが、MSFS の世界で一足早く再び空へと舞い上がることができるようになりました。なので今回はこの機体をとりあえずサクッと飛ばしてみたいと思います。サクッと飛ばすので、カットや倍速を多用します。チュートリアルというよりかはこのアドオンの雰囲気を掴んでもらえればいいかなと思います。今回のフライトでは成田から中部まで飛行します。どちらも実際にムリーヤが飛来したことのある空港です。この機体を MSFS のアドオンとして紹介すると、価格は2350円でマーケットプレイス内のみでの販売となっています。また、売り上げは全額アントノフ社に寄付されるということで、とりあえず募金感覚で買ってみるのがおすすめです。とりあえず中に入ってセットアップをしていきましょう。はい、ということでこれがムリーヤのコックピットになります。計器は基本的にアナログで、一部を除いてほとんどがキリル文字です。運航には機長、副操縦士、航空機関士、ナビゲーターの4人が必要になります。とりあえずサクサクっと機体を立ち上げていきます。まずはバッテリーからですね。サクッと行きたいのでこんな感じで倍速です。今は APU をスタートさせてるところですね。中の人はツポレフ154のアドオンも持っているのですが、設計局は違えど、同じ東側の機体なので似ているところが多々あります。ちなみにムリーヤの APU は2機あります。大きい機体だけあって APU の数も普通の飛行機の倍ですね。また、見ての通りパネルは基本キリル文字なのですが、警告灯と一部パネルはアドオン制作側の気遣いで英語になってます。もちろん実機同様すべてキリル文字に変更することもできます。慣れたらフルキリル文字で飛ばしてみるのも良いかもしれません。さて、セットアップが一通り終わったので、次は貨物の積み込みです。このアドオンでは実機でも運んだ様々な貨物を選ぶことができます。ただこのままだと積み込めないので、貨物室のドアを開けましょう。ポチッとな。開け始めるとこんな感じでノーズドアが開き始めます。ただ、これ開くのにすごい時間かかるので倍速でお楽しみください。ノーズドアが開くのは比較的早いのですが、この機体は自前でスロープも出せるので、スロープを出す動作と、段差を減らすために前のめりになる作業が時間かかります。ただ、これでも実機より早い動作になる設定にしてます。リアルと同じ動作時間だととんでもなく長いです。実機より速い速度プラス4倍速でこの時間なので頭の端っこに入れていただければと思います。はい、ノーズドアは開きましたね。次は前のめりの作業です。わかるでしょうか。だんだんと機体の前方が沈んでますよね。私はこれを勝手にお辞儀と呼んでます。ちなみにノーズギアはそのまま縮むのではなく、倒れるようにして半格納されます。お辞儀が終わるとスロープが出てきます。こうすることでローダー等がなくても貨物が積み込めるわけですね。スロープも折りたたまれてるので展開に時間がかかります。あともう一息です。はい、これでノーズドアのオペレーションが終わりました。このアドオンでは先ほど説明した通り、実機が積んでいたような貨物を積み込むことができるのですが、残念ながら積み込みアニメーションなどは今のところ用意されていません。ただ、貨物室内のオブジェクトは変化します。今回はこの消防車を積んでみましょう。ロードカーを押して積み込むと、このように貨物室内の積み荷が消防車に変化しました。それでは貨物も積み込んだところでドアを閉めましょう。先ほど開いた時と逆なだけなので今回は16倍速です。同じアニメーションの逆再生を同じだけ見てもしょうがないですからね。ちなみに実際はこの開け閉めだけで10分くらい時間取られてます。とかなんとか言ってる間に、はい、閉まりました。これで貨物も積んだのでコックピットに戻りましょう。はい、ということで戻ってきました。タブレット端末も見てちゃんと積み込まれてるか確認します。大丈夫そうですね。それでは次にルートの設定をしていきたいところですが、このアドオンに付属しているナビゲーションユニットはガーミンの GNS530 になります。なのですでにフライトプランを読み込んであり、設定することが特にありません。ちなみに実機にガーミンは搭載されていません。実機ではガーミンの12コンター製のブローザ MFD と呼ばれる機器がついてます。コンターの MFD は旧東側の機体がアップグレードされる時によくついてますよね。
おそらくこれを再現すると手間がかかってしまうので、MSFS デフォルトのガーミンで間に合わせたって感じだと思います。ちなみにこの機体がアナログだからといって VOR 広報などでしか飛ばせないわけではありません。実機もちゃんと回収を受けて GPS 等を使った広報装置を搭載しています。今時 R ナブ機対応で大型機飛ばすのはちょっと無理がありますからね。このままエンジンスタートのための準備を続けていきます。通常はプッシュバック後かその最中にエンジンスタートを行いますが、普段使っているプッシュバックのアドオンがこの機体に対応してないので、この場でエンジンスタートをして無理やりタキシーアウトしようという算段です。周りにあるオブジェクトに当てずにタキシーアウトするのは不可能ですが、衝突判定をあらかじめ無効化してあるのでそのまま突き進めます。これしか方法が現状ないので許してください。さて、エンジンスタートの準備が整いました。無理やのエンジンスタートは超簡単です。ボタン一つ押すだけです。あとは自動で6発のエンジンを順番に始動してくれます。A350 よりも簡単です。さすがに6発分は長いので8倍速にします。エンジンを1機ずつスタートさせたりとかも必要ありません。本当にボタン一つで6機全部立ち上がります。また、無理やのエンジンは何気にフェデック、つまり電子制御なのであんまり神経質にならなくても大丈夫です。まあフェデックだからこそこの楽々スタートが実現しているわけですが、もしマニュアルで1機ずつ始動したいという場合は、それも可能になってます。どちらかお好みの方で始動すれば大丈夫だと思います。ちなみに今画面に映している計器は、こっちがエンジン計器で、こっちがスロットルレバーのポジションを表示する計器です。それぞれエンジンの数だけ分かれてますね。とかなんとか言っているうちにエンジンスタート完了です。無事に全てのエンジンを始動させられました。あとはジェネレーターの切り替えや油圧関係の操作をしてタキシングに備えます。まあ基本的な点はその辺のボーイングやエアバス機と変わりません。見た目が違うだけです。ちなみにこの手順は付属のマニュアルをうろ覚えで操作してるので、いくつか間違っている点があるかもしれません。まあ無事に飛んで着陸するくらいはこの手順で問題ないはずです。今画面では APU をシャットダウンしてますね。これでアフタースタートの手順は大体終わりですが、そのままビフォータキシーの手順に移ります。フラップはとりあえず2度にします。ただ、これは離陸に使うフラップ角度ではないです。マニュアルに2度にしろと書いてあるので2度にしてるだけです。さて、それではパーキングブレーキを解除して出発です。前方にあるであろうコンテナ等をすべて投げ払って進みます。離陸は16ライトからなので、滑走路は真後ろですね。パレットなども投げ払いながら進みます。誘導路にさえ出てしまえば勝ちです。ちなみに画面にある350や7315という数字はオートパイロット関係の設定値です。350が速度、7315が高度になります。わけのわからない数値ですが、これは速度の単位がキロパワー、高度の単位がメートルなためです。高度側が7315という中途半端な数値になっているのは、巡航高度である2万4000フィートをメートルに変換した値だからです。ここは日本なので、速度はノット、高度はフィートに変換して飛ばさないといけません。一方で旧東側はメートル砲を使ってるところが多いのでこの機体も景気がメートル砲なわけですね。まあ一応フィートやノット単位の景気もありますが、オートパイロットやオートスロットルはメートル砲でセットする必要があります。とかなんとか話している間に滑走路に到着しました。滑走路に機種を合わせます。ちなみにこの機体は離陸から上昇まではテストしているのですが、それ以降は一度も行ってません。なのでこの動画が最初のフルフライトになります。それでは出発しましょう。まずはパーキングブレーキをかけてエンジンを 70% ほど負荷します。マニュアルにはこのまま2分間エンジンランナップをしろと書いてありますが、さすがにそこまで待てないので今回は省略します。ランナップをしながら、フラップを離陸角度まで下ろします。離陸に使うフラップは35度です。フルフラップですね。なのでこの機体は基本離陸も着陸もフルフラップの35度で行うことになります。さすが超大型機なだけありますね。このままフラップが下がりきるのを待ちます。エンジンランナップをしながらフラップを下げる理由はわかりません。ただそうしろと書いてあります。合理的に時間を使うためとかなんですかね。ただこんなことを滑走路内でやらないといけないので、感性的には調節が辛そうです。スラットが展開し、フラップも35度まで折り切りました。それでは離陸しましょう。視点を一旦リセットしまして、パーキングブレーキを解除します。それでは行きます。テイクオフパワーはフルスロットルです。スロットルレバーを全開にしちゃいましょう。機体が滑走を開始しました。センターラインをキープします。
エンジンの出力がスロットル1に追いつきましたね。テイクオフパワーセット。速度計にある青いバグが機種引き上げ速度です。今です。回転。フルフラップなのでふわっと浮き上がります。上昇が確認できたら車輪を格納します。ギアアップ。燃料をそんなに積んでないので滑走路の半分も使いませんでしたね。このまま上昇を続けます。500フィートまでは滑走路方位を維持です。もうすぐ1000フィートなのでオートパイロットをオンにします。このくっそ小さいボタン類がオートパイロットのモードパネルです。見た目は古いですが、この機体のオートパイロットは割と高機能です。少なくとも 747CL などよりは機能が多いです。まあ自動着陸はしたようですけどね。オートパイロットのソースセレクターをナビゲーションにし、ルートに追従するようにします。オートスロットルも入れちゃいましょうか。それでは巡航高度まで上昇を続けましょう。ということで巡航高度まで上がってきました。今のところは順調な飛行が続いてます。現在地はまだ房総半島上空なので目的地はまだまだ先です。せっかくなのでこの無理屋を外から見てみましょうか。こうやって飛んでいる姿を見ると感慨深いものがあります。実機もこんな感じで再び舞い上がる日が楽しみですね。大型機をきれいにデザインするのは結構難しいのですが、この無理屋は美しいですね。優雅さと言いますか、気品すら感じます。他の超大型機には A380 や747などがありますが、もちろんこの機体はその2機よりも大きいです。同じ貨物機としての系譜があるのでどちらかといえば747と同じ雰囲気を持っていますね。ただ比較対象がないとそこまで大きい印象を受けません。無駄に大きい印象を受けないのも良いデザインの証拠だと思います。まあもちろんよく見れば2枚の垂直尾翼や6発のエンジンから大きい機体であることが想像できますが、ぜひとも生で見てみたい機体の一つですね。それではこのまま降下開始地点まで飛行を続けましょう。はい、ということで降下開始地点です。この機体は統合された VNAV はないので、GNS の機能を使うか自分で計算するかの2択です。今回は自分の計算で降りてます。また、高度制限のあるフィックスなどには注意しなければなりません。勝手には守ってくれませんから、降りるときは VS モードか VEL モードかのどっちかになると思います。今回は VEL モードで降りています。VEL モードは他の機体のレベルチェンジに相当するモードです。ピッチで速度を保つのでスロットルで上昇率や降下率を調整できます。ただ実機の降下では VS モードを使うことが多いそうです。どちらでも降下できるのでお好みの方を使ってみてください。それではこのままアプローチまで進んじゃいましょう。間もなく1万フィートなので一旦高度を維持して250ノット以下まで減速します。マージンを取って240ノット、444キロまで減速します。また、この段階でフラップを2度にしておきます。減速が終わったので降下を再開します。次の高度制限である6000フィート、約1829メートルまで降下します。この機体には EFD が付属しており、そこで速度や高度の単位を変換できるので便利です。ちなみに高度の設定値は1メートル単位で設定できるので、フィートとそこまで大きくずれたりはしません。小数点以下は試写誤入すれば良いかなと思います。それではこのまま降下を続け、アプローチに入っていきましょう。はい、ところ変わってファイナルです。中部のランウェイ36に ILS で侵入しています。最適なアプローチスピードはマニュアルに記載されており、今の重量400トンに合う速度は259キロ、ノットにすると140ノットですね。重い機体の割にはそこまで速くありません。ただ結構ノーズダウン気味に入ってるのでこの速度信用していいのかわかりません。それではこの辺りでオートパイロットを解除します。オートスロットルも解除します。ここから手動操縦です。この動画が初着陸になりますが頑張ります。さらっと操縦した感じは重たい感じは全然しないですね。結構敏感に反応してくれます。ただ問題はフレアの感覚ですね。こればっかりは実際にかけてみないとわかりません。フレアの感覚は機体どころかシムによってでも違うので、もう一つ気になるのはピッチトリムがすごい敏感です。少し触っただけでもかなり変化します。また、トリムを変えてから挙動に現れるまでは結構ラグがありますね。この辺りは大型機らしい挙動でしょうか。とかなんとか言っているうちに滑走路が近づいてきました。ものすごく小さい声で何やら音声が流れているのですが、英語じゃないのでさっぱりわかりません。おそらくコールアウトだとは思うのですが、大型機を実質コールアウトなしで下ろすとなると結構大変ですね。地面との距離感が全くわかりません。慣れれば目視でわかるようになるとは思いますが、
この辺で適当にフレアをかけてスロットルを絞ってみます。ああ、かなり伸びてますね。よっこらセット。伸び伸びランディングでした。フレアのタイミングが少し早かったかもしれません。設置したらリバースをかけます。オートブレーキはないっぽいのでフットブレーキも使いながら減速していきましょう。そこで曲がるのは厳しそうなのでその次を狙います。速度計が130キロになったらリバーサーを解除します。はい、なんとか着陸できました。さっきの着陸はひどかったので練習したいところですね。まあ機体は無傷なので良しとしましょう。それではここからスポットまでタキシングします。はい、ということでターミナルビル南側までやってきました。中部だとこの辺に駐機してそうという勝手な偏見からこの辺りにスポットインします。この機体、大きいからタキシングの取り回しも悪そうだと思われるかもしれませんが、小回りはかなり効きます。幅的にまずい誘導路などでなければ普通の機体と同じ感覚で曲がって大丈夫です。ということで適当に選んだこのスポットに駐機します。実際に中部に来てた時はどこにスポットインしてたかは知りません。ストでもやってるのかマーシャラー君はいないので紙の視点で位置を合わせましょう。こうやって空港において比較対象ができるとやっぱり大きい機体ですね。両脇のスポットはこの幅だとおそらく使えないです。ということで停止しました。パーキングブレーキをセットします。あとはシャットダウンの手順を踏んで完了ですね。うろ覚えのマニュアルに沿って手順を進めていきます。停止手順をこなしている間にアドオンとしての評価です。全体的な評価としては値段相応といったところでしょうか。2350円とかなり安い価格で売られている通り、基本的なシステム以外の部分は深掘りされていません。機能しないスイッチも多いですし、出発前にお話ししたナビゲーションシステムもそうです。なのであくまで簡易的な再現のアドオンという評価に収まると思います。ただ、無理屋の雰囲気が味わえてそこそこ飛ばせるので買って損はしないと思います。とかなんとか言っている間に電源以外のシャットダウンが終わりました。最後に無理屋を外から眺めながらお別れです。ということで皆様、アントノフ22を、無理屋はいかがだったでしょうか。難しそうな機体と感じた方もいるかもしれません。値段に見合ったクオリティなのは間違いありませんし、モデリングやテクスチャリングの面ではかなり綺麗です。鑑賞用だと割り切って購入してみるのも良いかもしれません。また、冒頭でも述べた通り、売り上げはアントノフ社に寄付されるので、募金感覚でまずは買ってみるといいと思います。買ってしまえばあとは練習するだけですしね。それでは、今回はこのあたりで失礼します。ご視聴ありがとうございました。